はい、せーのでせーの、明けおめクラブということで、皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年一発目の動画はもうお金がなさすぎて2人とももち米パーカーを売りさばいて、私着てるよ。あなたが次は売りさばく番よ、はい、売りさばいて来ました。2021年もどうぞよろしくお願い申し上げま す。はい、ということで、やはりお正月といえば着物を着て初詣ということで、今回は初詣には行きませんが、私がですね、お着物教室に通ってるんですよ。すごいね。そう、まあここなんですけど、ここに今日もやってまいりまして、着付けを花沢さんにして、そしてまあ私も着てご挨拶を改めてしようという企画でございます。花沢リズムファンの皆様、グラビアのコーナーですよ。本当ムカつく。何に対してムカついたの？グラビアに対して。自分グラビアって言ってしまった自分に対してムカついた。早速ですが、ザーさんに着せて私は着せてもらおうと思います。ではレッツ振り袖チャレンジ。今日はですね、花沢様はいつも私が練習してるやつを着せるので、厳密に言うと振り袖ではありませんが、まあ和服で明けおめということで着せていきたいと思います。イエーイ。よいしょっと。昨日ねアドバイスをもらっていましたが、着せてられる人はちょっと足を開いてね、はい、踏ん張れるように立ってくださいね。天童よしみをイメージしてた。天童よしみね。そうなん。天童って誰やねん。これが長襦袢でーす。あ、上手。私いい感じじゃない。今ね、ここ首を決めました。OK。そしたら次は、下はちょっとあんまり映せないんだけれども。次に、このね、ホーリンベルトをかけます。ホーリンベルトが止まったら紐だよ。成人式の二十歳みたいなことするんじゃないわよ。息できない。よし。なんか早いね。覚えたのよ。すごい。昨日一生懸命やったからね。はい、引っ張りますので、はい、前に。頑張って。あ、やだ。何？背中直すの忘れてた。どこだ？後輪ベルトの前までちょっと戻ろう。です。長いので後ろででっかく作れます。いや、なんて言われるかな。怖えな。はな、はな。皆さんこんな感じですよ。見えますか？あともう一息でございます。はい、ご覧ください。口どうでしょう。あ、いいですね。はい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 。それでは次のまま行きたいと思います。
続いては帯枕を入れます。ふっと後ろ立った方がいい。あ、そっか。私ずっとただ正面向いてるだけの動画だ。仕上げる作業を。ハートの帯締め。できない。なんであんなにでっかいここになっちゃうのか全然理解できない。どこ？お部屋で？普通の真ん中がおにぎりみたいにでっかくなっちゃう。あー、何？やっぱ分からない。今度これだけ集中してね。はい、お座りなさいよ。はい。マジで理解できない。なんでこんなに綺麗なの。こんだけ綺麗に切れた。大した眉毛あるかちゃん。本当ですか。うん、それでは新年一発目、私の今日の襟がね、昨日よりもずっといい。あ、やった、うん、着付けちょっと先生に正月早々、うん、何点ですか、ちょっと見てもらいたいと思います。甘くして60点。あー、でもすごい。真ん中超えた。で、なんでかって言うとね、この帯揚げのこのこと、はい、補正ね、はい、ちょっともうちょっと補正ここですね、うん、あと、本当にね、お箸折りの仕方ね、切ってもダメならね、押してみる。濃いだね。上手じゃない。やったやったー。保湿があるよ。60点だって、めっちゃなんか希望が見えてきた。いや、全然切るよ、もっと上げたいけど、こういう美容師さんはいっぱいいるから。だけど、より完璧なね、方法を目指すんなら、はい、少し厳しく。じゃあ、巷の美容師さんレベルでできてますか。できてますよ。あ、すごい。嬉しい。やった。もうすでに浮き足立っております。上手。綺麗じゃないね。それで先生、はいはい、帰らないでください。え、先生何よ。私も来たいんですけど。早くしたくて。やって。あ、でもしたくって言っても。はい、ということで本日は新年一発目の YouTube ということで、めでたいめでたい着物を着てみました。皆様2021年もよろしくお願いいたします。感想がすごい2020年でございます。よろしくお願いします。はい、ということでまたよろしくお願いします。せーの、レッツもちごめ新年。